中年オタッキーです。めでたくスマホ撮影に戻ってしまったんですけども。まあ今日はね、特にネタはないんですけども、贈り物をまたいただきましたんで、開封動画と、ソニーのカメラのね、まあトラブルとか、そういうことについてちょっと話していこうと思います。まあソニーファンの方が見たらどう感じるかはわからないですが、うん、まあとりあえずその、現在のね、起こっていることとかをちょっと、話していこうと思います。それでは動画スタート。それではまずね、会話していきましょうか。ちなみに、送っていただいた方は、もうお馴染みですね、ドリームロコモーティブ様、になります。もうね、本当にね、ドリームロコモーティブ様に本当に感謝しておりまして、コラボ動画作りたいなって思ってるぐらいなんですけどね、まあ、コロナ禍ということでなかなか、ね、お会いすることができないんで、まあ、私も彼もワクチンを打ったらお会いしようかなとかを考えておりますが、まだワクチンがね、今どのぐらい出回ってるんだろう。もう早くしてくれよって感じなんですけどね。ワクチン打ちはね、感染はしないわけじゃないですか。まあね、そこなんですよね。通信文が入っておりますね。ウクライナ製アストラム、モノクロフィルム。旧ソ連時代、セベマ社の流れを組む現行メーカーということですね。これ、MZ3、36枚撮り。フィルム感度 ISO3? ISO3。FN64 が、ISO64。FOTO100 が、ISO100 ということですね。現像時間もね、ざっくり書いてあって、これは参考になりますね。あのね、うわ、これ美味しそうだ、またこれ美味しそう。いやー、なんか琥珀色のお酒です。これなんて言うの？鬼城酒って言うの？大古酒、大古酒。豊島屋酒造さんの製造のお酒。これなんかちょっとこれ高いんじゃないの？これ高級そうなお酒。早速今夜ね、晩酌でいただこうと思います。いやー、ありがとうございます。これすごいな。これ日本酒？あ、日本酒ですね。うん、この琥珀色の日本酒ちょっと僕は初めてです。安酒ばっか飲んでるね。あ、なんかレンズも入ってますよ。なんかレンちゃうわ、これレンズじゃない。一瞬レンズに見えたけどレンズじゃない。お酒です、お酒。これ、沢の井って読むんですか？奥多摩湧き水仕込み。メガネ持ってくればよかったな。見えないや。はい、お酒が入っております。すいません、ありがとうございます。もう一本入ってる。東京酒造。あー。これはちょっと今週は全部飲みきれないな。トラックにはね、お酒持っていくわけにはいかないんで。捕まりますからね。で、フィルムはね、3本ずつ入っておりますね。先ほど紹介の、アストラム、MZ3、FN64、FOTO100、3本ずついただいております。これ、ありがとうございます。たくさんね、フィルムね、いただいてまして、まあ、他の方からもね、いただいてますけど、自分でフィルムを買う必要がないぐらいの勢いになりつつあるんでございますが、まあ、
次々とね、死者に回して撮っていこうとは思います。ドリームロコモディさん本当にありがとうございます。今日ね早速晩酌でねお酒はいただきますけど、冬もちょっと今日雨なんでね、雨が降ってて何もできないような状況なんで、今日のネタはそのソニーのカメラの壊れやすいという話。まあね、壊れやすいっていう人と壊れにくいっていう人ね、まあこれは運だ、単純に運のような気がしますね。壊れない人はいくらだってもいくら使っても壊れないっていうんですけど、前回の動画のねコメント欄にね、アメリカから集団訴訟が起きたということで、α7-3 ですか、まあ α7-3 って言えばもうベストセラーっていうかね、もうすごくたくさん売れたカメラと思うんですけど、それがあまりにも壊れやすいということでね、訴訟の内容っていうかそのニュースの内容は、シャッター耐久が20万回と歌っているのに、だいたい1万回から5万回でシャッターがぐちゃぐちゃに壊れると、メカシャッターがね。で、もうその頃には一般ユーザーだから1年以上経ってても保証が効かないと。でね、まあよく言われること、これネット上ではよく言われていることなんですけど、ソニーのカメラはね、ソニーオンラインで購入して3年保証をつけるのが常識だと。いう話をねよく聞きます。壊れやすいんでね。で、まあ、日本人にはそうなんでしょうけど、アメリカ人そんなこと知ったこっちゃないって話ですね。で、20万回 OK って書いてあるのに、なんで1万回から5万回で壊れて、ほんでなんで修理代を請求されるんだと、いうことになってるみたいですね。で、まあ、ミラーレスですね。 α7-3 はミラーレスで、シャッターはね、基本的に電磁先膜シャッターって言いまして、先膜がない状態、で使われるんですね。この状態、まあ、電子シャッターで20万回っていうのが、おそらくはソニーの、歌い文句なんだと思うんですが、まあ、電子シャッターで20万回って少なくねえかって話ですけど、シャッター物理的に動くのがない状態で20万回しか切れないと、まあ、ちょっと少ねえかなと思いますけど、で、実際はメカシャッターを使うので1万回ぐらいで壊れてしまう人が多いということになってるんですね。これね、まあ、訴訟を起こされて僕は当たり前だと思います。だって20万回って書いてありますからね。電子シャッターを使用したとかそんなことは書かれておらず、確か僕もね、見たことありますけど、シャッター耐久20万回って書いてあって、そんなに持つのか、ソニーって壊れやすい割にはすげえじゃんって思ったことあるんですけど、実際には1万回か5万回ぐらいで壊れたことが多いと。で、画像もいっぱい上がってますけどね、本当にね、シャッター膜がバラバラになるみたいですね。で、ものによってはね、露出オーバーにすごくなって、その段階でも故障として取り扱われるとか、そういうのもあるみたいで、事例がものすごいたくさん上がってるみたいです。でね、なぜ壊れるかっていうのをね、調べました。いろいろと調べて、ネットの情報ですけど、ソニーのカメラがね、もう設計がとにかく悪い、合成がないみたいですね。マウントとそのセンサー面とが、一体化しているでプラスチックということで、重たいレンズをつけるとカメラがその歪むと。で、カメラが歪んだ時にシャッター膜周りに悪影響を与えるのではないかという人が結構いました。僕もバラしてないからわかんないんですけど。でね、説明書をよくよく見るとね、恐ろしいことが書かれてまして。だから僕の α7 のレンズもね、壊れましたけど、もしかしたらこれ優勝修理になるかなってちょっとビビってます。なぜならね、ソニーのカメラってね、ストラップでぶら下げて移動してはダメらしいです。説明書に書いてあるんですね、これが。まあまあ、多分これを聞いてね、ソニーのことを知らないとか、大半のカメラファンは、って思ってると思うんですよ。だってストラップついてるんですよね。まあ今ちょっと、ここにアルファ7もありますけど、ストラップがついてるんですよ。でね、普通首からぶら下げますよね。これが当たり前だと思う。で、これでね、歩き回っちゃダメらしいんですよ。移動するときは、必ず、ボディとレンズを持って支えるか、カメラバッグに入れて移動してくださいと。そんなめんどくさいことできねえよって話ですよね。いちいちバッグに入れるのかと。それかもうずっと持ってるのかと。そもそもストラップの意味はって話ですよね。でも説明書に書いてあるんですね、そうやって。僕はカメラね、やり始めてもう35年か。もうすぐ36年目に入りますけど。
こんな話を聞いたのは本当に初めてですね。カメラはストラップにぶら下げて、僕はね、キャノンもニコンもそうですけど、まあコニカもそうですけどね、バイクに乗ってね、その肩からぶら下げてね、走り回ったりしてましたよ。で、故障したことなんか一度もないです。もう、それがソニーはその、首から下げて歩くだけで壊れるのかと。結局はその、まあ、ミラーレスっていうのはカメラちっちゃいですから、まあ、ディフェンスが弱いっていう人もまあいるんですけど、首からぶら下げて、その旅行とか行った時にね、で、荷物を両手に持ってとかいうことも実際はあるでしょうし、でそういうユースには使えないということになってくるじゃないですか、ぶっちゃけた話ね。そんなわけでね、ちょっと、ソニーのカメラを購入、する方、もしくはすでに購入している方は注意、ストラップで首から下げた状態で、持ち歩いてはダメらしいので、壊れるらしいんでね、とにかく壊れやすいっていうのがもう間違いないと思います。で、今までその、壊れてない人は、ちゃんとそれを守っているか、たまたま運がいいか、かな。まあ特にね、これキットレンズだったらまだ軽いんであれですけど、大三元とかつけてたらもう間違いなくこれはダメらしいです。本当にマウントが歪んでしまうと。で、α7-2 以降は強化してやるらしいんですけど、まあ、現実に α7-3 は壊れまくっていると、言うと、まあ、訴訟が、集団訴訟が起きるぐらいですからね。まあ、アメリカ人はね、そのすぐに訴訟にするっていうね、まあ、話もあるんですけど、でも現実に壊れてる人が結構たくさんいるからこういう話になってるんだってね。まあ、火のないところに煙は立たずということでね。今回の動画はちょっとまあ、結果的にソニーをディスる形になりますけど、でもその壊れない使い方をすれば壊れないということなんだと思うんで、ソニーを使っている方、もしくはこれから購入される方、その辺に注意して、カメラを使えば、まあ、長く楽しめるんじゃないかと、まあ、思います。多分。そんなわけで。まあね、次の動画は、次の動画はこのソニーの α7 の紹介になります。いろいろ写真撮ってきてるんでね。で、その紹介の動画を撮った後で僕の α7-3 は、修理に出すことになると思うんですけど、まあこんなに壊れやすいとは思ってなかったです。まあこんな感じで今日の開封動画とうんちくの動画はここまで。ここからあとはね、トラックに戻って撮影することになると思います。はい、トラックに戻ってまいりました。作品投稿のコーナーです。今日のトップバッターはね、贈り物をいただいたドリームロコモティブさんですね。いつも楽しく拝見しております。今回はデジタル撮影の作品1枚をお送りさせていただきます。タイトル春のイエロー。撮影場所西武多摩湖線沿線。いつも通勤で通る踏切で菜の花が綺麗に咲いていたので休日に撮影してきました。この時期しか撮影できない黄色い車両とのコラボです。カメラ α7、レンズミノルタ AF3570F4、ハードオフジャンク550円、ソニー純正のマウントアダプター LAEA4 を使用し A マウントを E マウントに変換して使用。 AF 速度は爆速ではありませんが意外に使えてますということでね、作品なんですけどもね、さすがミノルタのレンズ、このレンズほんとすごくいいんですね。今積んでるやん、よいしょ。このレンズですけどね、この今 α5000 についてますけど、この、まあ、α7000 とか α5000 とか α9000 が発売された当時の、まあ言うたらマキエレンズ的なレンズになるんですけど、その発色もすごいいい。まあ発色はね、ミノルタのレンズ全部いいっちゃ全部いいんですけど、で解像度もねすごくいいんですね。で逆光にも結構強いということでね、使えるレンズ。しかもね、カメラがね、本体がものすごく台数が売れた上にそろそろ壊れるということでね、たくさん出回って550円ということでね、いい写りしておりますね。これ素晴らしい色、黄色い花に黄色い電車ということでね、なかなかいい作品になっております。ストリームのコムディさん、ありがとうございます。次が、名前はこれは88さんでいいのかな。88さんでよかったかな。
おたきさんこんにちは。以前から欲しかった 7D Mark II を買い足したので撮ってみました。レンズは EF24105F4L です。先日バイクを引っ張り出してきましたが、自賠責保険が切れていたのでエンジンだけかけて終了しました。写真撮り忘れたんかい。2枚のタイトルはムーンリバーと、What a Wonderful World です。で、1枚目のムーンリバー。これね、なかなかエロチックな写真で、青少年は、僕の動画青少年は少ないんで、まあいいんでしょうけどね。顔の辺をぼかしてあるのは、個人情報だと思うんですけどもね。で、2枚目の方はね、もうこれゾクッとするようなね、中心部だけ光を当てて、周辺部をね、暗くするというね、手法を使っておりますね。タイトルが画面にしようかなと思ったんですけど、ちょっとタイトル画面するには刺激的すぎるかなと思いまして下げました。すいません、八八さんありがとうございます。次がね、楓さんかな。作品投稿させていただきます。半分ジャンク状態の OM テント F 随行オート S50mmF1.8 のセットを手に入れ、カビ取りモルト交換後の試写、西宮の兜山に行きました。フィルムはコダックカラープラス200です。1枚目山火事注意、解放の描写を見たくて下山途中にあった古い窯を撮りました。2枚目はエッジ、森林公園内にあるオブジェをよって F8 ぐらいで撮影したものですということで、レンズがこれ、オート S50mmF1.8 ですね。で、写真なんですけどもね、F 随行ということで、多分これモノコートなんだと思いますが、これ非常にね、美しい作品になっておりますが、ほんのちょっと、ちょっとだけピン甘かな。うん。2枚目はね、ちょっと奥に、ピントがジャスで来ておりますが、OM10 ね、僕の OM10 もそうなんですけど、おそらくね、ピントの精度が狂いやすい。で、僕の OM10 は多分狂ってると思うんですよね。で、一度ね、ファインダースクリーンか何かを、フィルム室に貼ってピント調整。そのピントの精度を見た方がいいと思いますね。それに合わせてちょっとずらした方が、多分1枚目がねちょっとピン山なのはね、そのピントの精度がちょっと狂ってるんじゃないかなと思うんですよ。ちょっと前ピンかな、前ピンかな、ちょっとわかんないですけど、そんな感じだと思うんでね、ちょっと一度お試しください。僕のはまだ、僕のは間違いなく狂ってるんですね、お見て。そんなわけです。楓さんありがとうございます。次がサムライジャパンさん。久しぶりにトリップ35での写真です。タイトルはガラス屋の軒先ということで、2枚目が逆光の席、ベルビア100での撮影ということですね。で、1枚目からいきますが、光がないんでね、色温度が上がってしまってるんですが、これ逆にそれがいい写真になってますね。いや、ちょっと青っぽい光になるんですね。光がないときはね、ベルビアはたださえ青が強く発色するので、さらに青が強くなってるので、面白い、写真になってます。逆光の席ということで、レンズね、これ、トリップのレンズはそこまで逆光に強くないんですけど、それを逆に活かしてフレアを広げて撮った作品になるようですね。はい、これ2枚目は僕はモノクロで撮った方が好きかな。1枚目は非常に美しい写真になってますね。サムライジャパンさんありがとうございます。1234、もう1名、ヒデさんかな。ヒデさんですね。中年おたきさんこんばんは。毎回楽しく拝見させていただいてます。桜の写真を2枚投稿させていただきます。早朝夜が明けた瞬間に撮ったんですが、変わった写り方をしたのでびっくりしました。カメラリコー GR3 レンズ、GR レンズ 18.3mmF2.8 ハイブラック&ホワイトで撮影、加工を何もせず修正したところは傾きぐらい。なんでこんな写真が撮れたのか、デジタルのなせる技か今でもわかりません。教えていただきたいくらいです。その後は1枚も撮れてません。変わったことといえばこの日は黄砂が来ていたことと、バッテリーがギリギリで赤く点滅したことで、それが影響したんですかね。ネガフィルム反転したように映ったのが意外でしたということで。確かにそうですね。これ、かなりアンダーに映ったようにも見えるんですけど、周辺部が面白い映り方特にしてますね。2枚目もそうなるのかな。なんか周辺部がね、ザラザラっとした映りになってます。まあもしかしたらバッテリー切れ直前だったことが影響しているのか、わからないですけど、これ面白い写真になっておりますね。もうちょっと明るければさらに面白かったんです。ちょっと暗いですね。見えにくいというか。
はい、ヒデさんさんありがとうございます。今日の作品投稿のコーナーはここまで。でね、俺のカメラのコーナーがちょっと品切れになっておりましてお休みです。ここからはやったやっちまったコーナーになります。はい、すんません、俺のカメラ来てましたすいません。ロジックメタルさんの俺のカメラです。おたきさんこんにちは。俺のカメラに投稿させていただきます。フジカ ST801 です。森へ散歩に行った時にベンチのスポットライト、ベンチにスポットライトのような木漏れ日が差していたのでカメラを置いてモノクロで撮影しました。パコンというシャッター音がお気に入りです。我ながらかっこよく撮れたと思っています。かっこ笑いということですね。撮影した機材は、富士フィルム XT2 レンズはマウントアダプターを使ってコニカ 40mmF1.8 で撮影しています。よろしくお願いしますということなんですけど、本当にこれかっこよく撮れてますね。これはもうタイトル画面に確定です。この手の写真弱いんですよね。この上からねスポットライト的なね光が当たってる写真に私非常に弱いです。もうちょっと大きかったらさらにかっこよかったんですけど、まあいいんじゃないかな。このロジックメタルさんの俺のカメラの、写真、次回からタイトル画面にさせていただこうと思います。この次がこの次こそやったやっちまったのコーナーに行きます。はい、やったやっちまったコーナー。今日はガメラさんですね。おたきさんこんばんは。やったやっちまったに投稿します。北村のジャンク500円で入手したオリンパスペン初代です。しかも最初期の参考障子製。すごい。ファインダー内部でレンズが外れカラカラ音がし、レンズもカビ、汚れ、曇りあり、無限巻き上げの完全ジャンクですが無事復活しました。参考ペンはなかなか希少、なかなか希少ですね。素晴らしい。やったーですね。ということで、500円、北村ジャンクで500円。これね、最初期のペン。僕も狙ってるんですけど、なかなかないですよね。この後ろのね、オリンパスのね、マーク。この辺がなかなか、一番最初のね、ペンの、特徴でありますね。はい、これやったですね。500円か、いいなぁ。まあ、完全に壊れてたということなんですけどもね、結構ね、この無限シャッター、無限巻き上げですか。結構簡単に直るんですよ。分解したら結構簡単に直るんですよ。まあ、ガメラさん、分解したらでわかると思いますけどね、リンクがね、ぐる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 回るようになってて、それをね、ちゃんと調整すれば簡単に直ったりします。はい、ガメラさん、ありがとうございます。次がね、教えてオタッキーさんのコーナーになります。今日コーナーたくさんありますね。はい、教えてオタッキーさんのコーナーですね。今日はキャラブギさんから、教えてオタッキーさんですね。こんばんは。この度は教えてオタッキーさんのコーナーに投稿させていただきます。先日ヤフオクで QF1、キャノン QF1 の 50mmF1.4SSC 付きシャッター露出系 OK のものを12,500円で落札しました。届いた F1 は当たりすれもなく露出系もややオーバーになるものの感度ダイヤルで調整して使えるレベルでした。シャッターもいい感じに切れていていい買い物したなと思ったのですが、後日カラーネガを入れて試写したところ高速シャッターで撮った写真が半分ほど黒く潰れてしまっていました。1枚目が1000分の1、2枚目が2000分の1ですね。このような症状は修理に出すしかないのでしょうか。また修理した場合いくらほどかかってしまうでしょうか。長々すみません、よろしくお願いしますということですね。これね、シャッターの後半が露出が潰れてしまっているということで、で通常のシャッター速度ではどうやらこの症状が出ない、500分の1までは出ないっていうことを考えると、多分そのテンション、先膜のテンションが、遅いんじゃないかな。つまり後膜にね追いつかれてしまって露光不足になってるんじゃないかなと思いますね。点検の仕方なんですけど、まあ、ちょうど F1 持ってきました。これ今も使ってない F1 なんですけどね。まずね裏蓋を外しましょう。裏蓋簡単にねここのねバーで外れます。でシャッター速度をね、街灯の速度に選定しまして、まあ、2000分の1でね、ちょっと離れてね、あ、ロックかかってる
ロックがかかってる。よっ。ちょっと離れてみるんですね。でね。これ全部ね、向こう側が見えていれば、シャッター幕は正常に開いてると。でね、半分ぐらい隠れちゃってるとか、まあ多分肉眼で見えると思います。でね、っていうのがその頂上が分かったら、この目を近づけてね。こうやってね、その位置をずらしながらね、ちゃんと切れてるかどうかね、見るんですね。ちょっと明るい方に向けて、シャッター速度が速いんで、明るい方に向けてやった方がはっきり見えると思いますが、でね、調整の仕方なんですけどもね、まあできればいいカメラなんでね、オーバーホールに出した方がいいと僕は思いますが、一応やり方をね、動画アップしてます。キャノン F1 のテンション調整のやり方動画アップしてますんで、それのリンクをね、概要欄に貼っておきますんで、キャラビさん参考にしてください。で、それでも直んないようだったら、まあ、オーバーホールかなと思うんですけど、もうね、結構ね、F1 とかね、ニコンの F とか F2 とかのことで散々言ってますけど、1万円そこそこで買ってオーバーホールに出すのが絶対いい扱い方だと思います。もうこれいいカメラなんでね、自分でいじって壊すよりは、プロに任せてね、プロに任せたらもう20年とかそういう単位でね、正常に使えますんで、もうこのカメラもね、50年経っちゃってるんで、まあ、おかしくなってて当たり前なんで、多分ね、先幕のテンションが弱ってるんだと思いますけど、まあ、日傘カメラサービスさんとかね、東京カメラサービスさんとか、まあ、その辺にね、出せば、ちゃんと正常になって戻ってくると思うんでね、で、長いこと使えますから、オーバーホールに出すのが吉なんじゃないかなと思います。でね、ちょっと、まあ、気になるのがね、その、シャッターがもしかしたらバウンドしてるかもしれないです。シャッターブレーキがね、キャノンの F1 は豚革でできてまして、シャッターがバウンドしてると直らない可能性もありますが、500分の1以下で出てないんだったら、まあ、多分、うん。で、バウンドしてたらね、完全に真っ黒になることはないんで、多少は映りますから、多分テンションが弱ってる、先膜テンションが弱ってるんだと思います。500分の1の写真もね、見たら、もしかしたら最後の方がちょっと暗くなってるかもしれません。まあ、そんな感じでね、高速シャッターのみ、影ができるときは、テンションに、注目です。ただ僕はこのカメラ、いいカメラですんで、ちょっとお金はかかりますけど、オーバーホールに出した方がいいような感じがしますね。僕は出しました。今ちょっと積んであります。出せないところに積んでありますけどね、オーバーホールした方がね。はい、今日の教えてオタッキーさんはこんな感じ。ここからはね、先日ライブで、話しました、キャノン A シリーズシャッター泣き選手権投稿来ておりますので、いきますね。はい、シャッター泣き選手権です。はい、キャノン A シリーズシャッター泣き選手権、まあ、シャッター泣きって一言にくくりますけどね、いろんな音が出るんですね、これがね。まあ、A シリーズでシャッター泣きとかね、修理したことある人はね、分かってると思うんですけどね。でね、シャッター泣き選手権投稿しますということで今見てるんですけどね。あれ、動かねえ。いい声で泣いてますね。これはでもね、まだ普通の方ですね。まあもっとキューンとかゆっくり泣いたりもしますし、泣いたり泣かなかったりもいろいろありますが、今回のシャッター泣き、まあとりあえず基準点ということで、まあ、なかなかね、投稿ないとは思いますが、
他の方もね、シャッター泣き選手権、投稿くださいませ。4月いっぱい投稿を受付いたします。で、優勝した方にはね、あのオリンパス OM707 をいる人はプレゼントします。いらねえって言うんだったらもいいですけどね。そんなわけで、シャッター泣き選手権、ぜひぜひ投稿お待ちしております。ハードオフで見つけたやつの、動画別に撮っても OK ですよ。もうシャッターだけ動画撮って、さようならみたいな感じのね。まあそんな感じで、今日の動画は終わっていきます。ソニーのカメラのね、話なんですけど、まああの、使い方を間違えなきゃね、その壊れないのかもしれないですけどね、ちょっと、今までのその、古いカメラユーザー、カメラファンから見ると、っていうね、内容のことを説明書に書いてあったんで、ちょっとびっくり。僕もね、あの、ネットで、その話が出てて、改めて説明書見てびっくりしたんですけど、まあそういうことも書いてあって、やっぱり壊れやすいんだなと。で、ネットの評判ではね、その、マウント、やっぱりね、APS-C マウントで行ったんで、フルサイズのレンズをつけたらね、ボディが、どうのこうのとかいう話もね、いろいろ書いてありましたけど、まあ、あくまでネットの情報なんでね、まあ、全部信じるっていうのもあれなんですけど、まあ現実に訴訟が起きてますんでね、もうちょっとね、頑丈に作った方がいいんじゃないかと思いますよね。で、ぶっちゃけた話ね、そのカメラユーザーっていうのは同じメーカーのカメラを使い続けます。なぜかって言ったら、そのレンズに縛りができるからなんですけど、一遍ね、その、そういうぐちゃぐちゃにね、もうとんでもない故障が、出た場合ね、多分ね、そのメーカーをもう、その人はもう二度と買わなくなると思うんですね。そういう意味でもね、ソニーさんはもうちょっと堅牢に作った方がいいんじゃないかなと僕は思いますが、どうでしょうね。やる気があるかどうかですね。まあ、以前もね、そのパソコンの修理の仕事とかやって、ソニーのものはよく壊れるっていう印象が非常に強いんですけどね。まあ、自分家のね、その家電もよく壊れたしで、もうソニーの製品は基本的に買わないことに僕はしてるんですけど、まあね、この間ね、その方、今回の、紹介したその α7 のね、レンズも壊れてしまったし、まあ、この辺はね、まあ、なんとも言えないところですけど、で、最近ね、その、ソニーのことをね、言ってることもあってね、チャンネル登録者がどんどん減っていってます。もう別にいいんですけどね。あの、ゴマすりとかね、もう全然できないんですよ。だから、ソニーのカメラのこと僕はね、悪く思ってるわけです。で、悪く思ってるのにソニーのカメラ素晴らしいって僕は絶対言えないんですよ。ゴマするって絶対できないんですね。嘘はつきたくない。自分の思いに嘘はつきたくないんで、もうね、嫌いだったら別にチャンネル登録解除してもらっても構いません。本当に思ってることを言ってるだけです。まあ、もうどうしようもないんで、自分の気持ちに嘘はつけないんでね、こんな感じになっていきます。チャンネル登録、まあね、減少していってますが、まあ仕方ないことだと思ってます。でね、こんなこと言ってますがね、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。あと、高評価、コメントの方もね、ぜひお願いしますね。コメントの方はね、その、これ、その、ソニーのカメラが、その、全然壊れた経験がないっていう人と、その、壊れたっていう経験がある人。で、大きくね、その、まあ、主観ですから、ね、分かれていくとは思いますが、僕は壊れた身なんでね、壊れた身としてしかコメントはできませんね。まあ、僕の場合、まだレンズが壊れただけですけどね。で、この字幕にも出しましたが、僕の α6 ね。あれはシャッター回数現在3万8000回ほどですけど、電磁シャッターが壊れてメカシャッターのみになってるんですね。やっぱ壊れやすいと思うね。やっぱり壊れやすいと思います。はい、今日の動画はここまで。その次回はその α7 の、主に絵をね、撮れた絵を紹介していくと思います。はい、それでは今日の動画はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。それではごきげんよう。